何やってんすか？忍者走りを書きたい視聴者様のために参考になるように忍者走りを研究中だがね。忍者走り？ほら、すし丸も忍者なら走りゃあ。こうですか？忍者走りもなかなか難しいがね。簡単に習得できる方法はないんですかね？教えてやるよ、裏技を。好奇。俺は神に見放された。だから俺は鬼に魂を売ったんだ。鬼の仲間になったお宮がなぜここに？お知り合いですか？神の使いになるために紳士試験を受けた仲間だがね。仲間とか気安く呼ぶんじゃねえ。俺はただお前と勝負して勝ちたいだけだ。鬼の力を得た俺と勝負しろ、カニエ。断ったら力ずくでお前をねじ伏せるだけだ。見せてやる、カニエ。これが鬼の力を得た真の俺のパワーだ。ちょっと待ってください。少年漫画的な熱い展開のところ申し訳ないんですが、この動画は忍者走りを描きたい人がクリックしてくれた動画なんで、趣旨と関係ない方向に脱線するのやめてもらっていいですか？そうでした。すまん。久しぶりに会ったからつい。もう頼みますよ、お二人さん。それで、忍者走りを簡単に描ける裏技とは、一体何なんですか？よし、分かった、教えてやる。裏技を使うには暗号が必要だ。暗号とは一体何なんでしょうか？その暗号とはル47だ。ル47？暗号については後で詳しく話す。簡単忍者走りの裏技、早速始めようか。まずは斜めに傾いたこけしを描いてくれ。忍者走りにこけしは関係あるのかね？うっさいよ、お前は黙って見てろ。もっと優しい言い方あるでしょ。なんか子供の落書きみたいですね。これは絵が描けない人のために分かりやすく描いてるんだ。さあ、こけしが描けたらそいつに針金をぶっ刺せ。呪いの儀式かなんかですか？これで上半身の完成だ。これが上半身？簡単に描くな。描けたらこいつをあと2枚トレスしてくれ。デジタルならコピーペーストだ。この時少し上下にずらしておくと走っている感じになるぞ。最初は下、次は上にずらすんだ。おお、釘の刺さったこけしが震え出したがね。怪奇現象みたいに言わないでくださいよ。上半身の動きはこれだけで OK だ。次は下半身なんだが、これがなかなか難しい。そこでさっき教えた暗号だ。47だがね。そうだ、お前のミジンコみたいな頭でもよく覚えていたな。いや、いいか。このル47を足の運びに当てはめるんだ。よく見てみろ。まずはルだ。この位置にルを当てはめてくれ。おー、めっちゃ簡易的ですけど、それっぽくなってきましたね。この要領で次の4も書くぞ。片足を曲げてる人になったがね。最後は7。こうやって当てはめてくれ。すごい、体を伸ばしきったポーズになりましたね。もうこれで忍者走りの完成だ。嘘でしょ？嘘じゃない。アナログならパラパラしてみろ。デジタルなら再生ボタンを押してみろ。これなら絵が描けない人でも簡単に描けそうですね。わかったか、これが忍者走りと簡単に描ける裏技だ。確かにすごいけど棒人間では満足できんでしょう。欲しがり屋さんだなお前は。まあここから肉付けして書き込んでいけばちゃんとしたものも作れる。ここから先はアニメーターの高橋優也に任せるとしよう。あばよ！逃げた。チャンネル登録してちょ。ここからは難易度が上がりますが、体の形を描いていきます。ル47では3枚でしたが、ブラッシュアップ時はプラス3枚必要です。手前と奥の足のかき分けをしなければなりませんので、合計6枚になります。完成です。ここからさらに顔や服、細かいパーツを加えるとアニメが出来上がります。ル47の法則。手前と奥の足の運びに気をつけてください。おみくじタイム。さあ運試しだがね、好きなカードを選ぶがね。よいしょー。うわー、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録こちらをお願いいたします。こちらをなでなで。